ケルマデック海溝は、南太平洋、ケルマデック諸島の東にある海溝。トンガ諸島の東から南方に伸びるトンガケルマデック、海溝の南半分、すなわち、南位26度以南を、ケルマデック海溝という。ケルマデック諸島の東を経て、ニュージーランド北島の北東まで、主に北北東から、南南西方向に伸びており、長さは約 1100km に及ぶ。 最大水深は147メートルで、南半球では北隣のトンガ海溝に次いで深い。インドオーストラリアプレートと太平洋プレートの境界であり、太平洋プレートがインドオーストラリアプレートの下に沈み込んでいる。2011年7月には、ケルマディック諸島沖で M7.7 の地震が発生した。また関連は不明だが、 ニュージーランド南東でも同年の2月と6月に M6 規模の地震、前年9月に M7 規模の地震が太平洋プレート内の活断層において発生している。2021年にはケルマディック諸島近海で3月4日から3月5日にかけて M7.3、M7.4、M8.1 を観測する地震が短時間で発生しており、被害こそなかったものの、 津波も観測されている地震が起きるなど、地震活動が活発な地帯である。ありがとうございます。